今日もかじるか。今日も今日とって。の心の準備ができてない。なんだこいつ。ヘルメットのモンスター。ヘルメットモンスターがいる。これは使える。あ、ホライドン使えないんだ。あ、なんかもうむちゃくちゃできちゃうもんね。っていうか、4人いんのに1人だけ乗り物乗るって。そんなことは許されない。みんなに気を使って、おお、こんなところにアイテム。わかってるね。ここにアイテムか。まあ、回復の薬だろうな。ははは。似たようなものだった。わかってる。ここでいい傷薬とか出しちゃいけない。ラストアイテムなんだからな。もうここからはアイテムの一つ一つが最強レベル。おい、そこ塞ぐな。しっかり通れなくなる。塞がれると。ラストアイテムを頼む。なんだこいつらは。あら、高卒が取れてる。微動だにしねえぞ。戦っていけよ。メモは R ボタンで消しかけよ。あんだけ強いやつ探してたんだから、ここは行ってくれ。あ、これちゃんと世界に繋がってんだ。これちゃんと、あ、本当か、繋がってねえじゃん。全然全くもって繋がってなかった。うお、全然なんか全然日本じゃん。これは日本モルフォン、ラストモルフォン、パルデアの大穴。教科書の絵差し絵で見るよりなんかすごく日常会話をしてる。いや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 、会話、こんなやつがいん中会話してたの俺。魔性のプレッシャー、効果抜群。なんで？てか、どこ？あ、いた。いらっしゃった。野生のアーマーが火傷を負った。なんか悪いことしたみたいな。これ火傷さすって、もう生きていけんぞ。罪悪感はある。ブレイブバード。おお、なんか全然、なんとかなっちゃうじゃん。こんなやつなの。シャレここ柄の羽。空飛ぶタクシーの。いや、空飛ぶタクシーとかで、戻るなよ。もう喧嘩してる、味方同士が。ちょっと待って。会話を聞かせてくれない敵が。こんなところで喋んなと言って。激凛。こんなところで喋んじゃねえぞ。エリアゼロの厳しさを、俺に教えてくれ。っていうか、こんなところに空飛ぶタクシーが来るなよ。空飛ぶタクシーで来れないようにしてくれ。でもここで迷ったら死んでいいから、その時は。それはもう死んでくれ。リーフストーム。葉っぱで相手に嵐。強いのかな？待てよ、リーフストーム。向こう道。お前だ。嵐を起こせ。
尖った葉っぱで相手に嵐を起こす。使うと反動で自分の特攻がガクッと下がる。女。でも使いたい。使いたいよ。赤い光線。宿り木の種。宿り木の種もういらなくないこれ。ねえ、なんか、こんなことしてる場合じゃなくないこのゲーム。ほんまいらないと思うんですけどね。宿り木の種。じゃ宿り木の種いらねえわ。なんかそんなことするゲームじゃない気がする。よし、リーフストーン。なんかかっこ悪いな。ソーラービームはかっこよかったよな。ソーラービームのワクワク感ったらなかったよ。うわ、雷中捨てられた存在。サトシに。サトシに捨てられた存在、雷中。未だサトシに恨みを抱いている。なぜ俺を進化させてくれなかったんだと。うお、スイリン。うわ切り裂かれるところだった。ゴルダックに。さすがは海流。見てよ、奥。歩いてるよ、ゴルダックが。ゴルダックの生態。ゴルダックは昼間になると、河原に出て、水遊びを始めます。氷の一心。ちょ、待て。分が悪い。水の上じゃ。分が悪いぞ。サトシもピカチュウも降板。ようやく時代は雷中に来た。次の主人公は雷中に進化させてくれんのか。売り上げという。売り上げより雷中を。雷中の進化を喜んでくれるパートナーだってほしい。なんかすげえ。光の石がすごい。光ってる。ハイドロポンプ。ハイドロポンプって何？なんかポンプで、消防車についてるポンプみたいなやつでさ、ブシクーってやるやつ。ハイドロポンプ。闇の石がそこらへん。水切りでもやるか、これ。青春の、闇の石でやる水切り。さぞかし趣があるんだろう。美味しい水。うまかろう、この水は。この水うまかろう。もうアイテム全部集めちゃうよ、俺。ピチューの毛。なぜこんなところにピチューの毛が。警部。俺は、何事件の匂いが。ちょっともう、ゴルダックはもう、一生分見た。一生分のゴルダックを摂取した。ゴルダックの尿。まあ確実に入ってるだろうね。俺は全てのアイテムを取っていくぞ、もう。でん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 。さあ、落ちたら俺、死んじゃう？俺は。あってはならない事故が起きた。しんすけ慌ててみんなのところへ戻った。それができるんなら問題ない。それができるなら。どこだこれは。すげえ。最悪の事故が起きたの。慌てりゃなんとかなる。この世界慌てれば、どんだけ崖下に落下しても、みんなのとこに戻る。なんだ、喋り出したぞ。
ジムも行きつ、しんすけすごいね。あら、俺の話してる、俺の話してる、みんながチャンピオンになって、目指そうって言ったらチャンピオンになってくれたんだ。おい、キリン、お前、せっかく話してたのに。俺の話が。めちゃめちゃいいな。ここで他のやつとか、他のネオンとかボタンは俺顔、初対面だからさ。俺はみんな知ってるけど。他はまだ。俺と新助の友情物語に比べたら、まだまだだぜ。俺の取り合いをしてる？みんなしんすけと仲良し。なんだこの世界は。この世界に入るわ。今から。ゲームソフトに手突っ込んで。頭突っ込んで入るわ。ここでいいのかい？慌てればあっちに行ける。慌てるって何？すべてを解決するわけ。おお、ピチュー。じゃねえ、ライチュー。あまりに存在感がなかったんだ。この、系の音楽もいいね。ラスダンを彩る。まあ、ラスダン、ラストバトルといえば、あーよ。俺たち古い世代のゲーマーからするとね。うお、なんだ、真っ白。白い。あれ？ここ。どこから行くの？俺間違ってないけど。あ、こう来たのか。お、あの建物俺行ったことないぞ。博士が行ってた建物、コンテナ。な、工事現場で立ってるコンテナじゃない。なんだっけか、満足ナゲット、満足ユニット、よくわかった。ふんふんじゃねえよ。どういう返しを期待してたんだよ。満足ナゲット。ボタンって記憶力すごいね。乗っかってほしかったの、満足ナゲット。15個入りだね。ポケモン。焼けつくのか。名前が書いてある。一緒に戦ってみ、え？あ、別にトップそのものじゃないのか。トップ。うわ！根本共闘？チャンピオンの根本？まだチャンピオンなのか、お前。チャンピオンって何？あの、ジーザス・バージェスみたいな感じなのに。チャンピオンって二つな。うわ、つえ！チャンピオン。ちゃんと強い。お前倒れたらだからいいだろ。みんながチャンピオンだ。そんな概念。ナンバーワンにならなくてもいい。もっともっと特別。お、喧嘩いいぞ、この二人。味が出てきたな。まあまあ、観測ユニット入ろうよ。本当に仲悪いよ。いやいやいや、絡みいいぞ！おい。テールズになってきた。テールズみたいな絡みいいぞ。まだテールズには絡まんけどな。
歌うペパーがないから。それを拾わせてくれ、10円を。あら、もっと臭いチャットを俺に頼む。くせえの。無事一つ目の観測ユニットにたどり着いたようだな。87年前、エリアゼロ調査の中継地点として作られた施設だ。84年前なのにしっかりしすぎじゃない？こんなの。築87年でしょ。こんなにしっかりしてるか。だからベッド。はずきループ。私たちも疲れたらここで休めそうだね。でもベッド使ってくれ。俺は自分の持ってきたアルミホイルにくるまって寝るから。中央のパネルを操作しロックを解除してくれ。わかった。俺に任してくれ。適当に殴って作動させよう。バコン。残り3分の4。その調子だ。残りの観測ユニットも引き続きよろしくな。オリムさん、いつお風呂入ってるんですか？ユシャンですか？ポケモンが大量発生中。常に、いつ何時でも大量発生しとるわ。こいつは。ばあちゃんもこれ働いてたのかな？時給800円で。ばあちゃん、時給800円で俺を。ちょっとカビ臭いけど。大丈夫、大丈夫。でもさんにはちょうどいい。どこに移動しよう。あ、こんなことできんだ。でもさんにはカビ臭いぐらいがちょうどいい。え、これ、ポケモン、てん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 なのか、これ。てん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 できるの、これ。ただ左を見てる。さあ、始めるぞ。ほら。なぜ何も言ってくれない。俺人生で母ちゃんと、あん、いいぞ。突然、いや、突然の自分語りいいぞ。ボタン、シッ。料理も洗濯も自分でして、マフティフだけが話し相手だった。そのマフティフが、病気になったと。誇らしい気持ちでごまかしてたんだけど、すごくなくても一緒に行ってほしかった。ネットの記事しか顔見ない。ひろゆきみたいな感じ。すげえ早口だな。さっきはごめん、ズケズケと言いすぎた。すまん。おい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 。名前ボタン。お、ちょっと早い早い。スクロール早い。スクロール早いって。もう仲良くなってる。もっとじっくり仲良くなろうぜ。もっともう、まだまだ喧嘩してていいからさ。なんか、すげえ強敵出てきたタイミングでさ。一緒に戦って若いし。早い早い。最後にハイタッチするぐらいでいいから。まあでもあんまり険悪でも嫌だな。このタイミングでいいのか。後々を考えれば。で、また喧嘩するかもしれんしな。なんか、食い物の好みが合わねえとか。なんだこのサンドイッチの味付けは。ボタン！お前はいつも甘くするな。ふん。このぐらい砂糖を入れた方がいいんだ。ケチャップもドバドバ入れた方がいい。なんだとは！ガシッポン！そうやって喧嘩してほしい。ネモが横から割って入ってきて。ちょっと何喧嘩してんの？ここはマヨネーズをいっぱい入れた方がいいの？びちゃ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 。何やってんだ！あれはラッキーいなかった？俺が。あ、いた！ラッキーにマヨネーズをかける。
銀玉かよ。銀玉レベルだったのか俺は。ビッシュ。よし、だがラッキーは殺す。許してくれ。そういうもんなんだ、このゲームは。そういうゲームだから。ツイッターにありそうだよね。ペパーボット。ペパー妄想ボット。おー、来たぞ来たぞ。ボイス付きで頼む。え、どんなポケモン？もっと凶暴で荒々しい。ワイルドめなポケモン。マフィティフもそいつにやられたのか。最強のポケモンじゃねえか。これはもう、早く会いたいね。管理になりたいね。なんだ、バイオレットが出てくるのかな。俺の買わなかった。よいしょ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 。上まで戻る。戻らんわ。ほい。みんな、みんな来てるか。お前な、どいつの、いつ行った。スッと来た。滑り落ちる様子もなく。ちょっとさ、これ、アイテムの取り逃しが、アイテムの取り逃しだけが気になるな。取り逃してないだろうか。ようやく二つ目。中に入って休もう。おいおい、どうした？もう、一番スタミナあると思ってたのに。フェド会長意外と体力ないよな。そんなに体力ないんだったら、なんでストーリー中あんな元気だったの？あはは、意外でしょ。か弱い部分見せてきた。何？プリン？いや、なんだ。リーゼントなんだけど。ビーバップリン。プリン。かわいい。捕まえてこいよ。お前にやるぜ。うん。化け物になるのかこれ。プリーや。化け物になってほしかったな。しんすけ、戦い。おう、やるか？俺と。共闘だ。何これプリン。うお、ブラッキーがいる。スターダンのボタン、お前まだスターダンだったのか。叫ぶ尻尾って何、何者。サイコファンク。え、激凛が悪の波動弱っ。まあこいつに関しては敵だった時もすでに弱かったから文句はない。何これ、プリンじゃないの。おい、寝た。解放者されたらこっち向いたんだけど。なんだこれは。マサル氏の方がいいか。ちゃんと攻撃される方を向いてる。ちょっとなんだよこれ、すっきりしないな。入れ替えよう。攻撃が下がった。倒してくんねえか。インファイト。
フェアリーに格闘は効かない。なんでフェアリーに格闘は効かないんだ。妖精に格闘技は通用しないの。とんでもない間延びが。ハイパーボイス。ひょえ。ドンドン。あ、やべえ、腹太鼓してしまった。腹太鼓って攻撃じゃないんだ。忘れてた。なんだこの戦い。似てる戦い。よし、倒せ。倒しまい。悪だ。悪がいいんだ。悪が一番強い。悪じゃん、それ、悪の波動って。なんで悪が効いてないの。悪だろ。プレイにしてはなんか荒々しかったね。マスラオ。やつはマスラオだ。ヒカルは休みたがって。うわぁ、あの、な、草。あれ一回つくともうね、焼き払。もう絶対取れないんだよ、この草。これね、ファッションでつけない方がいい。一度ついたら最後だから。俺も気になっていた。こいつらなんじゃないかって。文献を取り出す。エリアゼロには不思議なポケモンが生息している。下に行くにつれてポケモンかどうかもわからないような巨大で凶暴な生物がその姿を見せ始める。彼らの猛攻を受けたことで隊員が致命傷を一時退却することになった。死者は出てないのか。観測隊の一人が偶然撮影した写真。ドンファンというポケモンに似ているような気がするが。体の大きさや背中の形など生物的に全く異なる。なんと偉大な牙であろうか。エリアゼロの怪物。ポケモンじゃない。捕まえられないモンスターなのか。普通のポケモンと、どっち選べばいいんだ。普通のポケモンと違う。あいつらには心がない。ポケモンには心がある。的な、区別をする。そろそろ話しておかねばな。常に通話中なの。通話料いくらだよ。もはや。7万円ぐらい請求される。古代のポケモンなのだ。古代種。私がいるゼロラボにタイムマシンが存在しており。タイムマシン。古代のポケモンを呼び出している。いや、壊してくれ。いや、待ってくれ。壊しちゃダメだ、やっぱり。完成してたのか。デロリアンが。ああ、その生涯をかけて。古代へ行けたりもする。古代編？人間ほどの質量だと帰ってこれないが。何？みんな、腹はくくったな。ロボットに改造する。ウェー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 。全員でロボットになろう。可能であれば直接話させてくれ。何？実物を見せながら説明できれば理解もしやすいはずだ。本当にそれだけか。説明するだけか。では、しんすけ、中央のパネルを操作して。ロックを解除してくれ。よし、任してくれ。おれ、ポコン。ベコ。大穴の中のこと全部に関係してる。あいつに期待されてない俺なんかよりもお前が持ってた方がいい気がする。スカーレットブック。ヘザーによって書かれた、アルデア・オワルの探検記。拙い文字でオーリムと書かれている。え？どういうことだ？流せたぜ。おい、何を考えている？やっぱ。
あいつ誰だ？え？あいつ誰だって何？何？違う時代のポケモンと戦えるなんて最高じゃん。バキの考え方だよな、もう。オールタイムランキングを始める。スカーレットブック。バイオレットブックじゃないのか。あいつじゃねえ。あいつらだ。いいわ。黒ひげ。よし。何この後ろに書いてあるの。この施設の責任者が書いてある。現場責任者。大木戸。待ってくれよ。獲物屋ってどんな感じ？普通だよ。本当に普通か？マオロトム会社の役員。え、そうなの？一般じゃないじゃん。あと個人的に調べたし。気持ち悪。いいとこのお嬢様だったのか。おいおい、属性つけてくるな、ね、もう。お父さんもお母さんもいい意味で放任かな。お姉ちゃんもいるし、私やりたいようにやってる。属性ついたな。お父様って呼んでんだ。お嬢様力かな。属性つけてきたな、ね、もう。度がつくほどうるさい。どんどん仲良くなっていく。おたちゃん。うざい親父。おたちゃんの父ちゃん。しんすけのお母さんは優しいよ。急に現実に。あ、現実じゃない。こっちの方のね。こっちの世界の俺の母親ね。おい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 。なんだ急に昼になる。こんな最終局面でようやくさ、今まで出てきたキャラが仲間になって仲深め始めるって。見たことね。こんな展開は。あれ俺戻ってる。そう言いながらしんすけは来た道を逆走した。おいおい、ネモ！最初出てきた時は、ただのうざい、よくわからない戦闘強キャラだ一本でやってきたけど、ここに来て貯めていたのか、仲間になるまで。仲間になるまでキャラを貯めていたか。序盤の不人気はもうなんとか勢いで乗り切ると。序盤の不人気はもう仕方ねえ、乗り切れ。アンケートは低くても終盤に巻き返すから。大々のポップみたいな感じで、編集に殺してくれと言われたけど、待ってくれ、もう少し頼む。わ、なんという荒行、荒行が過ぎるぞ。ツバメ返し。攻撃は必ず命中する。なんかしょぼいな。ツバメを返してる場合か？この最終局面において。ツバメなんか返してる場合かよ。ずーっとラインナップが一緒なんだけど、敵のヒールボール、ちょっと優しいボール、何の意味があるんだ。ヒールボールで捕まえると夏気とか上がるのかな。借金を返してくれ。なんだ？え？キリンのさらに上位概念が存在する。
麒麟界の頂点に君臨してるやつよ。さあ、着いた。おっしゃ、完食ユニットだ。ここでちょっとずつ3人の仲を深掘りしたり、過去が明らかになったりするんだな。最高だな。ここまでやめずに続けてプレイしてきた者へのご褒美。ディドン。主のあいつじゃん。あ、確かに見たことある気がするわ。ああ、主なら俺と俊介に任せる。主退治に定評がある、俺たち。シロアリ駆除なら任せる。M1 で優勝する前は働いてたんだ。待てよ、こいつだったら、マフティフ呼びにくいんだよ。カメイド、お前の力を見せよ。カメイドの力とやらを。じゃれつく。ペパは毎回あんなじゃれつくを、その身で受けていたのか。あれを毎日我が身で。ドキ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 。ちゃんとこっち向いたらあっち向いたりする。1カメと1カメさんと2カメさんを交互に。カメイド強いんだけど、普通に最強か。何や、大原の外でも会ってたんだ。同じツタの巻き方をしてる。亀戸を戦わせるか、ちょっと。亀戸を強くして。亀戸の力を。タイムマシンの話聞いてからずっと考えてた。プライドも古代のポケモンだった。そうかも。適当でいいや。ペパは何かを隠している。ばあちゃんがタイムマシンの研究中に見つけたポケモンだ。なんだ急にCEO のような振る舞いをし始め、プレゼンを始めた。ここからは私が答えよう。まだ通話中だったのか。通話時間、2時間。その遺伝子データや行動パターンを分析する。一般的なライドポケモン、元トカゲの古代の姿。ということが分かった。他にもたくさんのポケモンが時を超えてやってきたが、プライドンの種族は全部で2匹しか手にできなかった。それがスカーレットとバイオレットか。もう1匹はどこだ？藤原が持ってるのか。家族と見つけてあの子と再会させられたら、急にストーリーを発展させようとしてる。じゃあ、しんすけ、中央のパネルを操作し、ロックを解除し。毎回俺なのか。俺、毎回キャラメイクふざけてるから、なんか。俺で緊張感がなくなるな。
楽しいのは最初だけ。後からどんどん後悔していく。古代から転送されたゲームをやってくれ。レッキングクルーとかいう狂気。古代の狂気が。さあ、行くぞ。こいつらミスリードするからな。シンスケ、今すぐコライドンと勝負させて。うわ、穴がある。テラピースノーマン、あれ、あっちにも行けるし、こっちにも行ける。すげえ、どっち、話聞けばいい。話聞くか、とりあえず。すんげえ喋ってる。すんげえ喋る。俺が歩いてる。しんすけ、黙ってる、すまなかった。気にするな。3割ぐらいしか聞いてなかった。3割も聞いてなかった。タウリン。ここで取れるのは。え？あ？なんだよ。ん？なんだ、この岩か。クリア後に来たらなんだ、この岩が壊れて、ここに、裏ボスが。本当の裏ボスが現れる。ここには何があるってんだよ。あれ、俺どっから来た？え？あっちにも穴があるじゃん。は？何？高級な穴。穴ゲームになってる。あれ、俺どっちから来た？あ、そこから来たんだ。あ、こっちか、じゃあ。お、ラッキー。急な穴ゲームになってる。海流、激凛だ。何にもしてないのに激怒。ラッキーを乱獲しておいて激怒にするっていう。とんでもねえ。密猟者だ。何しょんべん引っ掛けてんだよ。よいしょ。妖怪。うおー、なんかモンハンみたいな場所に来たな。あそこの木はなんで柵あそこの柵なんで倒れないんだ。あんな目にあっといて。うおー、結晶が、塩の結晶。落ちたら一巻の終わり。シンポケにこんな反応しない人初めて見た。俺は古代から来たからな。俺は古代から転送されたんだ。シンスケ、ネモ、ボタン。次ドラクエやるときこの4人でやるか。大穴の財宝。財宝ならもう見つけてるぜ。
ワンピースって財宝な。この結晶、食べれるのか。ちょっと一かけら持って帰ろうぜ。もう一匹とエリアゼロで暮らしてる。ああ。バイオレットと暮らしていたのか。あいつらどうし、あ、もう普通に走ってきてる。クラスで孤立してる時と一緒。ボタン。急速になんか縮めてんだけど、こいつもうすぐ追い抜くぞ。俺とそれぞれの親密度、そのうち俺だけが抜け物になってさ、この3人の方は仲良くなってきた。俺きっかけで繋がったのに、最終的にこの3人のが仲良くなるパターン。スリーピースバンドのような展開。そのうち俺に代わるメンバーが入る。ハロー子供たちよ、すまない。それはすまない。ハロー子供たちよ。え？もう死んでいる。そうか。それは気の毒に。すすすままない。すまならない。すますまならない。すまならない。すまま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 。すもも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 のうち。ハロー子供たち、ハローハロー。おばあちゃんもう夜ですよ。ハロー子供、子供、子どどどたち、どどたち、子供たち。再起動開始します。あ、なんか急に DJ が入ったの。DJ が遊び始めたのかと思った。スクラッチで。遊びを入れたのか。もう終わってたのか。急に終わるな。何が起きたんだ。このレモンガスが爆発したのか。あれってもうなんか違えじゃん。ひょっとしてオーリムって存在しないのか、もう。っていうかあいつ古代に行った。あそこに残っているのはオーリムの。脳みそだけが残ってて、もう私はこの世にはいない。だから会えないのか。先ほどはすまない。通信が乱れてしまった。なわけあるかよ。ロックは全て解除された。エリアゼロ最新。ゼロラボを目指してくれ。オーリンはもう、どう思います？迫真に、確信に近づいてきた。話してくれ、俺と。冒険をワクワクさせる演出だったのかも。鎧さんか。
演出だったのか。ちょ、アイテムが。しんすけ、何かあったら頼む。おい、何がだ。お前まさか。ペパー、まだお前のサンドイッチをもらってないぜ、俺は。全部食われちゃったから。まだ俺はお前のサンドイッチは食べてないぜ。あれなんだ、先には行けるが。あれ建物じゃないのかよ。なんだよ。建物のような。建物のような塩。おお、エリアゼロ。こんなにもワクワクさせてくれるのか。ポケモンとは思えんストーリーだな。そしてポケモンはそうするだ。俺はどのポケモンが新しくてどのポケモンが古いか全くわからんのだ。常にエリアゼロだから俺は。古代から来た。急に俺も口調がおかしくなるかもしれない。シャドーボール、あのスマブラのミュウツーのやつ、強そうで弱い技。あ、なんだ、入り口がないぞ。この塩は、この博多の塩。博多の塩に入り口がない。うわ、謎が明らかになってしまう。怖い。すべてを知ってしまうのが。再起動した方がいいかもしれない。うう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 う。言ってたことあるんだけど、これ。うすすすすす。あれは再起動してたのか。よくぞたどり着いた。君たちの目の前にある建物こそゼロナオだ。おい、脳みそだけが出てくるのか。オーリムナ。博士がいるとこですね。いや、私はもういない。正確には、私のようなものがいる。エリアゼロ内部の結晶体は不思議なエネルギーを持つ。生物の能力を変化させたり、機械の機能上昇にも効果がある。え？血行促進。リウマチにも。レバーちょっと黙ってた。お！今何かを考えていたな。テラストラオーバーはエリアゼロの結晶体でできているってことですよね。で、な、な、な。え？何が、何？俺は分からなかった。びっくりマークがつかなかった。だがゲートを開けば中にいる危険なポケモンたちが一気に外へと。そんな魔界トンネルが？危険って？大丈夫？おい、保険保証あるんだろうな。俺たちの無事に、そこまで。俺たちの身の安全は保証されてるんだろうな。しっかりと準備してからゲートを開いてほしい。準備運動。どんな相手でも信じて私がいれば大丈夫。すごい。ヒエーみたいなやつ。俺とユースケ。クワバラは下がってる。うおお！ゼロラボのゲートを開きますか。よし。ボコン。
ちょっと待ったやばいポケモンが出てくるならコライドもいた方がいいんじゃないか。急に、女優ライトが、女優ライトは受ける。確かに入江のオラーラでのコライドなら心強い。あの戦いっぷり見たい。見せてくれコライド。お前の戦いっぷり。あいつは本当は強いんだ。秘伝スパイス食ってたし、ここぞって時は戦うだろ。あれだけ食ったんだからな。なんかこいつの手の動きが後ろに映ってる。より鬱陶しい。ペパーにしては一理あるよね。にしてはは余計だ。しんすけ、コライドン、出しちゃえ。いい絵を刺すな、ここで。大丈夫だって、コライドンが戦えなくなっても、私が守るからね。どういう理屈だ。力強いけど。力強さはある。あんぎゃー？よっしゃ、しんすけ。プライドンボールに続いて、ドラゴンボールみたいに、ラボのゲートもオープンだ。コラドボ。うわ、なんか急に人が増えた。群衆が。うわ、6ピーチーズのようにまるで。うん、お前は藤原が来る。バイオレット藤原が。え？一緒じゃねえか。あれ一緒じゃないこれ。いや、これ一緒じゃないか。家族が会いに来てくれた。そんな風に見えるか。藤原はいない。藤原は女子プロのツイートをしている。うわ、目が！なんぎゃ。いや、なんか変。最初から変じゃん。わ、6ピーチーズが全部食べられてしまった。買い直さなきゃ。かわいい。ダン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 。ギャヌス。どういう感情？アンニュイな感情。いや、どう見ても違うでしょ。シュッ。ディン。迷いちゃんみたいだったのかな。お前がバトルフォルムになればあんなやつ。その通り。お前は潜在能力を持ってるんだ。たぶん。キュース。お茶が飲みたいと言っている。お茶を持ってきてやってくれ。中から。うわー！はい、出てきているぞ！魔界の奴らが。ウンバウンバグギアス。ででででででで。ついに奴らが出てきたな。魔界。魔界が囲まれちゃった。大体同じやつ。大体モンスターボールのやつ。バファーを。ゴラゴラゴラ。おりゃキュース。お茶はまだか。おお、8人抜きを。ネモがいきなり瞬殺して。乱造だ。連れに来たぞ。おお、そんな一人ずつかい。ネモは強いぜ。
ボタンとは違うぜ。こいつら一匹一匹がサンダーフリーザーぐらい強い。なんだと？俺が必死で倒した。うわあ！俺が必死に倒したトグロ。せいぜい B 級。おお、いける。あれってことはあんた、ダメじゃん。ダメじゃん。ネモ。ネモはぬめる。あ、まだいるのか。よかったよかった。そうか。ポケモンは6体。新速。いけ、帰るよ。よし。一人が残って先に行け。しんすけ。お前、前の狩りはここで返す。って言ってボタンが一人残って。どんどん残っていく。消えていく。しんすけ手伝って。しんすけ野菜を切って。おい、なんだ、キノコ。キノコ。ブラッキーを繰り出した。火炎放射だろ、荒ぶる竹は。それやめろ、お前。攻撃避けてどうすんだよ。ちゃんと戦えよ。キノコの方し。やめろ、俺が倒れたら終わりだ。終わりだ、もうこれ。おい、真面目にやれよ、こいつ。ブラッキー倒してくれ、もう。こいつ味方になってからも、寸分たがわぬ弱さだな。あんなに敵の時弱かったから、味方の時も弱い。説明書に偽りねえよ。トレード前と同じ成績を出し、打率2割1分。まあまあエラーもする。説明書通りだ。シャレにならん。シャレにならんぐらい弱いな。ウーフェーぐらい敵と味方で強さ変わる。よーし。やべえ、古代やべえ。宇宙ぐらいやばい。おお、あの子たちが外に出たら大変。ちょま！待てよ！ほとんど逃げてったから、残りは二人で頑張る。ちょ、待てよ！待てよ！待てよ！でーでるでるでーでー。キムタクはすべての魔法を思い出した。なんで効果がないんだ。ビュー、君効果ないこと多いよ。君さ、マジカルフレーム僕は今一つのようだ。今一つ、今一つモンスターつえ。誰今、マフティ、マフティ。虫戦で培った友情パワーで息ぴったりだな。
トは楽勝そうなのばかりだ。みんな同じ見た目だしな。ペパ、お前あいつらと同じ色だぞ。いいのか。だからシースケ、そいつ連れて先行け。おい、来たぞ。一人が残るパターン。大丈夫、ここで一回心配する。バカ、早く行け。俺一人で十分だって言ってんだ。おいおい、ダチを信じろ。こいつがダチなのか、俺の。マフティ。こんなやつダチだったのか。マフティだってやる気だぜ。バワン。松村。ホライドン。お前のせいでガキの頃は最悪だった。だからってお前が今縮こまっても、何も嬉しくない。お前にはすげえ力がある。俺たちもついてる。だから、こんなやつに負けな。勇気を出して立ち向かってこい。ようにヒュンケル的感じになった。おい大丈夫か。やっぱり心配だ。二人でいただこう。後から追いかけるからよ。こんなやつぐらい一緒に倒して一緒に行った方がよくね。こんなやつ二人で一緒に倒して二人で登った方が効率良くないですか。久しいひろゆき、これ後ろにありそうだな。ひろゆきが言うには、あ、ない、この間にあってほしかった。フランスではみんなそうしてます。照れ隠し。ん、え、いるじゃん。んだよ、絶対脳みそだけに。いや、わからない。なんか様子がおかしい。気を失ってる。肉体はあそこにあって精神はもう別のところに。そうだろう。ゼロラボ内に人体反応検知。なんだ。え？原始人じゃん。スリープモードを解除します。え？パソコンマウスをカチカチってやると、よくぞ来てくれた。古代のリズムに。戻りなさい。なんだなんだなんだ、こんな濃厚なストーリーがあるなんて。誰が想像した。君のコライドンがエリアゼロから逃げ出したのは縄張り争いに負けたからなんだ。君たちに謝罪しなければいけないことがある。なんだ、不適切発言を。気違いと言ったことをお詫びしよう。私は本物の王に任せではない。誰なんだあんた。そっくりさん、モノマネ芸人のオーレム。私は博士が自分自身の知識と記憶をもとに作った人工知能 AI で動くロボットな。第4観測ユニットでの事故で本物の博士がいなくなってしまった。だからペパーは後ろに残ったんだ、この悲劇を聞かないために。いなくなった。なるほど、死んだわけではなく過去に行ったのか。ポケモンに罪はない。オリジナルの博士は。オリジナル博士。ベルタースオリジナル。その力を見誤ったのだ。身を挺して守ったコライドが元気であれば博士も本望なの。本望なのか。クラベル校長に頼んで君と初めて話した時は、すでに私、オーリム AI だったよ。シンスケ、君にはエリアゼロでの研究最後の手伝いを頼みたくてここまで来てもらった。その内容とは、オリジナルの博士が作ったタイムマシンを止めること。質問エレベーターで聞こう。ついてきてる。まさか、こんな濃厚なストーリー。一番の伏線はあれだよね。今までのポケモンのシナリオがスッカスカだったことだよ。こんなことになるなんて思いもよらない。
なんかスーッと行ってさっとチャンピオン倒して、お前がチャンピオンだ、殿堂入りじゃん、 The End かと思うじゃん、誰もが。こんな伏線があるとは思ってないから。おや、何か書かれている。ゼロラボ防衛のためボールロックシステムを開発、特定の ID 以外のモンスターボールを。ブーストエナジー、ある特性を持つポケモン、あ、じゃあじゃあブーストさせてくれ。うわぁ、中にモンスターが、セフィロスが入っている。世のような不思議な塊が見える。小柄織入りたまえ。なんでそんな服なんですか先生。中にネモが。これ。いやー、たた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 た。いいわ。重い過去。しんゆうすけ、本当によく来てくれた。何でも質問に答えよう。聞きたいことがあるから。はい。その服は何ですか。その服、本物の中瀬は、オリジナルの中瀬は存在しない。ユニットでの事故で肉体が損傷し、生命活動を維持できなくなったのだ。そんな言い方。彼女の息子ペパーにとっては受け入れがたい事実だろう。現在オリジナルに代わって、この私オーリム AI が管理者としてゼロラボを維持している。人工的に作られた知能、私の考えや行動は全てオリジナルの博士の知識や思い出をベースにコンピューターが計算している。その演算が博士そっくりに作られたこの機械の体を動かしているのか。では博士は常にそんな服を。これほど高度な AI 技術は今の科学技術では実現不可能だが、ゼロラボに搭載された結晶体がそれを実現可能にしている。だから私はこの施設から出ることはできないのか。そういうことだったのか。全てに意味があったの。すごい適当なシナリオかと思ってました。タイムマシンとはオリジナルの博士と私が二人で開発した装置。モンスターボールを転送し、異なる時間軸のポケモンを捕まえて現代へと呼び出すことができる。難しい。古代のポケモンに熱心だった。レゲエを。他に聞きたいことはあるかな。あなたの目的は。オリジナルの博士は古代のポケモンと今のポケモンが仲良く生きる世界を夢見ていた。だが遥か古代の原始的かつ根源たる力はあまりにも凶暴すぎる。彼らの生命力は現代の生態系を壊してしまうのだ。オリジナルはそれも自然の一つの形だと言っていたがね。オリジナルって呼んでるのか。オリジナル呼ばわり。今エリアゼロに張り巡らされているバリアで古代のポケモンがパルティアに出ていかないよう制御しているが、たまに出ていったやつが主だったのか。彼らはいずれエリアゼロという箱庭を飛び出し、パルティア地方に はびこるだろう。そうなればパルティアの豊かな生態系は破壊されてしまう。博士のコピーとして生み出された私だが、そのような惨劇が起こることを合理的とは思う。それを食い止めるために博士が用意した最強の AI を倒す必要があるのだ。AI? どういうと、何?その力で私の博士の夢を破壊してくれ。え?そんな!できません!君の強さが必要なんだ。どういうこと?最下層に着いた。なんだ?地下闘技場が。金龍山対龍金剛が。久住康平が戦っている。テラスタルの力を使い作り上げたタイムマシンだ。これがタイムマシンなのかよ。全然俺の知ってるタイムマシンと違う。あの机の中に入っていって、下手すると
4次元に落ちてしまう感じのあのタイムマシンじゃないのか。もしくはあの車じゃない。車で走って、途中で落雷が落ちて、過去に行くやつ。いずれとも違う。タイムマシンを止めるにアガセの ID が搭載された。スカーレットブックが必要だ。え？なぜ？本だろう。子供の頃から大好きなその本に最後のキーを入れるってアガセらしい。スカーレットブックを題材に置けばタイムマシンを止めることができる。そう、本を置けば止まる。すごい。科学って。だが一つだけ問題があって。マシンを止めようとすると私は君に襲いかかるだろう。え？そんな、心の準備が。ワーシャーを浴びさせてください。AI である私の意志はプログラムに乗っ取られてしまうんだ。そうなると私は呪文者をただ倒すだけで、戦闘ロボットになり下がる。パルデア地層チャンピオンたちの戦闘を分析し、作り上げた。無敵の AI だ。君とポケモンの絆なら勝利できると信じている。そんな、博士の、博士！てかあいつらどこ行ったんだ？てか根元ボタンはどこ行ったんだ？仕方ねえ、置いてやるか。オーリムオリジナル、タイムマシンを非常停止します。アクセスブロック、頼む、しんすけ。スリープモードへ行こう。戦闘プログラムを起動します。これはどうか私を倒してくれ。俺の知ってるポケモンじゃない。私の夢、トインお退室いただこう。面接追ってメールを差し上げます。合格の場合だけ。マスターボールだ。やっぱマニアにはわかるんだ、このボールの形で。血を合う羽、張ってやがる。何者かは知らないが、ジャンオールは排除させてと。様子を見る。博士の様子を見よう。博士を観察。えい、えい、竜の前。とりあえず竜の前だ。とりあえずハイボールと竜の前で。これっしょ。ローキック、おい、金属バットじゃないんだぞ。入るよ。これこそが古代の力、素晴らしいだろ。そんなまだ素晴らしさは片鱗は見せてないです。俺も古代の激鱗、これが古代の古代の激鱗、古代すぎた。叫ぶ尻尾、実況する猿。お前には効かない激鱗は。冷凍パンチ、すげえ。データは揃っているのだよ。人間の頭脳で抗えるのか。うわ、全てを読まれているのか。俺の激鱗が。ハイリは疲れ果てて混乱した。配信すぎた。ハイリ変われ。あいつなんだ。悪が効く。悪。悪はいねえが。お前ら勝るし。悪の力士。八百長。八百長はまずい。なにー、力士はチャレつきに弱い。甘えられることに慣れていないんだ。
え、だって畑落とすよりヘビーボンバーじゃん。あいつ一回戦ってることで弱点が露呈してる。やはり鋼で殴るとしよう。やはりそうか。興味深い。古来のポケモンその弱点を理解している。出たぞ、興味深い。博士キャラ特有の。博士キャラ特有の興味深い。実に興味深い。博士っぽいやつに実に興味深いと言わせとけば、だいたいそれっぽくなる説。うわぁ、どうすりゃいい？入るか。博士対横綱。荒ぶる竹。竹ちゃんが荒ぶってる。ちょっと回復させてくれ、竹ちゃん。タケちゃんが司会をしている。不意打ち。しかしうまく決まらなかった。キャンピングシェルターだな。キャンピングシェルターで裏取って、よし倒すぞって時に、倒せなくて、逆にやられるやつ。あれ？え？回復の薬は？回復の薬はどこ行った？お、あ、俺マサルしか回復しなのか。マシルさ、間違えてマサルしに使う。じゃあいいわ。おい、インファイト。ところに潜り込め。横綱への信頼が出てしまった形。テキテキテキキャン。強すぎるだろ。アウトファイトはないのか。インファイトが強すぎる。アウトボクシングを否定してる。師範代がレベル70に格が出てきた。羽ばたく神。神、仰せの通りに。ならば丸まいんだ。丸メガネをかけているぞ。丸メガネをかけた。丸まい。カフェでマックを広げる。神、羽ばたいてるだろ。ならば法で特殊ダメージを弱める。それでいくぜ。お、ちゃんと5枚貼ってる。エヴァンゲリオンだな。5枚の装甲。ほほほ、引かねえぜ。5万枚の特殊倉庫だ。元気のかけらしかねえ、もう。元気の塊がない。元気の塊売ってくれよ。どこで買えるんだ。上海で買える。引かねえぜ。よし、この隙に。批判覚悟で満タンの薬を使う。何が起こるか分からない。俺は確実にこいつを倒し、そしてこの世界を守らなければならない。とりあえず放電し、ボルトチェンジでなんだ。ものすごいスピードで戻ってきて、控えポケモンと入れ替わる。迷惑なやつだ。すごい勢いで交代する。もし最強すぎるだろ。丸まい。でん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 。やめろ、特防も俺の。マイ特防。効果なしだけど大爆発だな。もはや期待されている。おでんぐらい期待されている。
シャドーボールやめろ。光の壁がない。ダメだ、光の壁があるから楽しかった。俺たちはお前麻痺してるんだったらたまには麻痺でわざと出しにくくない？そうだ、そういうもんだろ。投薬、これが現代の戦いだ。お前麻痺してるんだったらたまには動けないなりしろよ。ふざけやがって。よし、俺で4人がいい。これが最新の科学だ。砂の毛皮、砂の毛皮だと。地面だな。ならば赤いと。お前だ。なんでこいつら、何やつ。これはダメだ。ハイルだ。どこが砂の毛皮なんだ。エアコイルじゃねえ。大地の力、当然だ。火炎放射、髪の毛も焼こう。効果は抜群だ。そうか、光の壁が守っている。なんで効かねえんだよ。効かないのおかしいだろ。パワージェム、火炎放射好きだ。好きで使ってんじゃねえ。強いから使ってんだ。強いと聞いて使ってる。思想機、頼む外れてくれ。海流死案台、俺の出番か。強者感を出していこう。ゆっくり現れて怪力、強者感出してけ。死案台のっそり歩いてシャラ。ふん、次とどろく月、とどろく月、なんだ、月は見えているか。もこみち、月にオリーブオイルをかけろ。重力に逆らって。想定内の進行状況。兄、君の勝算ゼロだ。なんだと、俺は満タンの薬を20個ぐらい持ってるんだぞ。そんな大逆転を。うお、バイオレットが出てきた。ブーストネジで役目を終えなくなってしまった。え、ブースト古代活性、ちょっと分かんない分かんない分かんない。何が起きてる。顔、久しぶりにあの顔に触れたけど。リーブストーン、自分の特効薬と触る。エナジーボールでいいよ。ドラゴンクルン、こぼれだね。そう、やめろ。相手も回復するから。効果は今一つのようだ。今一つでこんだけ食らってんのか。今一つにしちゃ、もう赤い光線だ。破壊し尽くせ。よし、破壊しろ。何やってんだこの正念場で。外れたらもう一回おかわりできるんだ。いいね。もう一番の時にオリーブオイルをかけられないやつはいらん。我がチーム。おい、相手を回復させてるだけじゃねえかよ。俺の出番か。相撲はただの脂肪の塊だと思ってねえか。その通りだぜ。ブシャ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 。強すぎるだな。力士が、このゲームは力士が強すぎます。あら、急に今までの
格が全て崩れ落ちていった。真田勝は強い。しんすけ。おお、なんか急に黒い。黒服に。衣替えをしてきた。一番強いの倒しちゃった。お前がどっか行ってる間に倒したぜ。今までありがとう。オーリム？ようやくタイムマシン。彼女の意志を止めることができた。あら、ここに来てこんなにも大きくすら私のベイビービッグベイビー、寂しい思いを今までさせすまないさせてペペペペ。セキュリティに異常発生。何者からハッキングを。タイムマシンが危険にさらされています。さらされ、玉ねぎを水にさらす。またポケモン軍団来ちゃう。ローマ字入力だったのか。ひらがな入力じゃん。楽園防衛プログラム。合わせはどうしてもタイムマシンを止めたくない。オーリムID を除くすべてのモンスターボールをロック。何？こうなったらもうただの人間。ただの小僧。すまない子供たち。君たちでは不可能だ。あら、涙が。オイルが。握ってくれ。オーリム AI は楽園防衛プログラムに上書きされました。何？ポットでボス。お前たちすべてを破壊する。私は闇。おお、なんで、楽園防衛プログラム。書き換えられたぞ、今。ハッキングして。高っ！交渉を取っている。スプラッシュボムを投げてください。ここでネルゲルが拍手しながら出てきてくれ。素晴らしい。私の想像以上です。君たちはよくやってくれました。ポケモンを繰り出せないとで戦うことができない。ボールが使えない。これじゃ戦えないよ。なら私のパンチで逃げる。自分が逃げるとみんなが危ない。己のことを考え。変な電波で妨害されてる。ハッキングでも解除できん。お前パソコン使ったことないだろ。本当はないだろ。バックならみんなで敵に攻撃を食らったらその瞬間すごい傷薬を飲んでなんとか生き延びよう。ボールがロックされている。ズリー、こんなの大人がやることかよ。満タンの薬やつか。バイクするモモンの実。よし、モモンの実を。俺たちで食べるんだよ、モモンの実を。デザート食べさせてくれ。何すりゃいいんだ、じゃあ。ん？なんだ？何かを使えって言ってるのか、これは。ひょっとして。まさか！ピッピ人形か？校長先生の言葉、しんすけさん、道具には使い時がありますよ。静かに諭された。
すいません先生。道具か？何か使ってない道具は。祈る。歌うか。何？歌うかと思った。錆びついた和紙がんで今を打ち抜こう。ギーグも倒した。ワンズで。ここで来たのか。表紙にいたポケモン。ただの乗り物だと思ってました。変なヘルメット。てっ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 て。おお。なんかどこが変わったのか。音楽が。急に。スパロボ。スパロボインスパイア。ラスボスでオーケストラバージョン。日差しが強くなった。相手のコランドは日差しを詰め、全然見えない。日差しを受けて古代の鼓動が全然わからない。難しい。アクセルブレイク。変形しながら荒々しく落下し、西への大爆発。西への大爆発。なんかすごい。さらに威力を増す。こらえる。攻撃を受けても一文字を必ず1だけ残せる。テラバースト。テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高い。いいとこ取りだ。アクセルブレイクでしょう。ズバリアクセルブレイク。挑発した。なんだとてめえ。挑発によってしまった。ならアクセルブレイク使ってやるぜ。今日もレゲエか。なんだとこら。ポケモンじゃ。モトルフォルムになれたんだ。頑張れコライド。テラスタルは使わないのか。ならば解放者バランスよくいくぜ。君は何もなせないままこの楽園で朽ち果てるんだ。そんな犯罪を犯したのか。政治にされている。弱すぎるだろ。解放者毎回使ってない。テラスタルだとテラバーストは壊させせない。殲滅準備を開始。私は闇すべてを破壊する。私は闇すべてを破壊する系のボス。いやてか技のラインナップ弱くねえか。チミ満タンの薬を使えと。なんとかこらえて。こらえるを使うってこと。こらえるを使うってこと。わかった。時は満ちた。夢の礎となりたまえ。こらえるを使った。ここで超強い攻撃が来るんだろうな。多分。ギガインパクト。うわあ。本当じゃねえか。仲間の助言。よく耐えたらお前になれるぞ。仲間の助言に耳を貸し。満タンの薬。さあこれ大人の満タンだ。おいちょっと技が弱いよ君。俺技変えてくれ。相手のコライドは反撃で攻撃で動けない。倒しきれない。このままだとまずいよ。え倒しきれない。今耐えたんじゃ。シンスケのテラスタローブ光ってない。何マイクの形のテラスタローブ。テラスタローで消えちまえ。攻撃が上がった。特防が上がった。素早さが上がった。優しさが上がった。実況力が上がった。テラバースト生かしていただきます。うわあ！竜！
おまるみたいになった。テラバースト。カッツ！火炎放射。君まだ火炎放射なんてしてるのかい？時代遅れだぜ。テラスタルして弱点つければいじめっ子をやっつけられる。大きく上がった。どんどん上がっていく。すっちょい。これがテラスタル。はーい。カッツ。プライド、お前は強かったよ。しかし町強だった。楽園防衛プログラムとの勝負に勝った。終わったのか。なんと、なんと素晴らしい。急に科学者になったぞ。素晴らしい。見たまえ。まさかオリジナル博士の最終手段さえ退けてしまうと。ああ、この結果は最高の科学力を持つ。実に興味深い。素晴らしい。見たまえ。博士三大語録。君たちは絶望の淵にいても自分の頭で考え、友達を信じる勇気を持ち、決断できる人間なのだ。どれほど強い過去があったとしても君たちなら、自分が選んだ道を胸を張って進んでいけるだろう。卒業だ！卒業証書授与。一年 A 組、しんすけ。ありがとう、しんすけ。ありがとう、子供たち。ありがとう、フォーエバー。どうやら私がいる限りタイムマシンは止まらないらしい。私自身がマシンを復旧するシステムの一部となっているのだ。おい、ペパー！いいのか？なんだよ、それ。すまないな。ペパー！言ってやれ。ちょっと高いけど。ちょっと待てよ！ペパーが走っていって、ここを。ロッククライミングでちょっとずつ登っていく。君たちのその自由さが羨ましい。仲間を思い徒党を組んだりあんまりいいこと言ってないよな。徒党を組んだり、強さを求めて戦いの中に身を委ねたり血に染まっているね、物手は。大事なものを守るため、大きな時に、後ろでズビって聞こえた。嫁 AI が、大事なものを守るため、大きな敵に立ち向かって、こいつが一番かっこいいな、ペッパーが。捕まえて戦って自分だけの宝物を探したり。だこの顔。あや、あやっす！俺にもくれ、何か。乗り物、表紙になって乗り物になったり、その翼で大空を駆け回ったりだ。あ、本当にそうだったのか。俺にも頼む。俺にもあだ名をつけてくれ。表紙乗り物バカ。私も君たちのように何者にも縛られず、自分だけの宝物を見つけたい。宝物。タイムマシンの一部である私がここにいる限り、タイムマシンは止まらない。だから私はタイムマシンで、夢にまで見た古代の世界と旅立とうと思う。古代に墓を、タイムマシンを止めるだけではないんだ。私自身が古代の世界をこの目で見たくて止まらないんだ。親と科学者の狭間で揺れてたわけか。へそちら。その服は古代が好きだから着てたってこと。どんだけ好きなの。筋金入りだな。
オリジナルの感情をそのまま受け継いだ私にはわかる。君の母親は君のことを本当に愛していた。そうなる。形から古代に入っている。オーリマ。ペーパーはクライトのシンスケ。少し寂しいがわかるだろう。カッシャ！マミー！最後にマミーって言ってほしかったな、母ちゃんじゃなくて。急に。ボンボヤージュ！何語？カフェボンボヤージュ、スナックボンボヤージュ。うわ、そうやって過去に戻るのか。フランス語ひろゆき。最後に母ちゃんじゃなくてさ、マミーって言ってほしかったら、あ、そういう風に呼んでたんだって。消えちまった母ちゃん。おお、マップ音楽の メトロノームバージョン。あいつ偽物だったけど、あの川で声で俺の名前呼んでた。偽物でもその気持ちは本物で。だから俺さ、なんか主役級になってるな、ペパー。あれ、右のやつは誰だい。右の変なやつは謎ヘルメット、口紅お化けは。悪い、よくわかんねえ。ギャス！せやな。かっこせやな。こないだも悲しいよね。ていうか、バトルフォルム。強かった。タイヤに顎が乗ってる。食べづらいだろ、ご飯。この巨体でじゃれつかれたらマジでやばそう。タイヤの跡がつく。ファルデア救われたんだね。もっとかっこいい主人公にすればよかったぜ。きっと古代で楽しく冒険してるよ。サンキューな。古代で楽しくってどんな感じなの。槍持ってマンモスを追いかけましたよ。でその後今度マンモスが追いかける。マンモスに追いかけられる。しんすけ、これからどうしよう。帰ろう、戻ろう。ここは帰ろうだろ。帰ろうと戻ろうの違いは大きいぞ。帰ろう、俺たちの世界。あの、サガみたいに。そうだね、帰ろっか。私たちの家に。これ、戻ろうだったら何やってんだよ。戻ろう選ぶやつ、センスのないやついないだろ。戻ろうはなんて言うんだ。戻ろう選ぶセンスのなさがないと、見れない。つび。ウホープしてる。2周目に戻ろうエンダーの見たら、そうだね、戻ろうってほぼ同じだった。選ぶ価値もない。今頃恐竜に乗って AI が古代に残ってどうするの。ロード長いな。終わったかと思った。うわ、歩いて帰っていく。その足取りは重い。どこか晴れない。せっかくだからさ、寄り道してか。え、どこに、どこにだ。俺はいいね。海軍に一票。コロッケ変えようぜ。一番ビリだったやつのおごりだぜ。行けよ、おれ。
あいつに押されたらもう。あの、旅力で。どこに？中島みゆきじゃダメなのか。金の竜の背に乗ってじゃダメなのか。金の竜の背に乗って。映画っぽくしてる。映画だったわ。レイ中澤。レイチェル・ペイン。アルベルト・グラシア・カステヤーノ。名前が面白くなってきた。ユリアーナ・ニーナ・ヴァンガ。グエンダリーナ・ピッルッチョ。ディエゴ・ルーケ・デ・ラ・カンパ。すごい。ケンドラ・ナスタルスキー。マリオ・クラブ。お、終わった。歌が終わったぞ。ポケモンキャラクターモデリング。すんごい人が関わってる。何人で作ってんのこれ。ファミコンのドラえもんぐらいスタッフいっぱいいるな。しんすけいるじゃん。どこだどこだ。バレてしまったか。俺も実はドットを書いていたんだ。大久保健司、イ・ジヘ、はあはあ、頑張ってゲームを作ったぞ。素晴らしい汗だ。1995、2022、
連綿と続いている。Thank you, treasures, friend. え、なんて意味だ？なんて意味だ？ Treasures, friend. これはどこだ？何屋だ？第一部か。一部長えな。え？なに？ワンピースって意味？ワンピースは仲間だった。ワンピースは仲間落ち。俺でいいんだよ。ワンピースは仲間で。生徒の呼び出しです。しんすけさん、ネモさん、ペパーさん、ボタンさん。クラベル先生がお呼びです。校長室まで来てください。やめろ。パチ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 。君たちはよくやってくれました。私の想像以上です。オーリム、本当にバカな女でした。私の言う通りにしているわ。君たちは、退学です。あれ、なんか違うな。俺の雰囲気と、俺の思い描いていたシナリオと。怒るなんてとんでもない。課外授業の宝探し、皆さんのその功績についてです。タイムマシンを停止させ、古代のポケモンたちの暴走を阻止。本当に素晴らしい行動でした。校長として私も鼻が高いです。素晴らしい出たぞ。まだあるぞ。校長、裏ボスかは。無許可で立ち入り禁止の場所に入ったことはよくありませんが。不問とさせていただきます。しんすけさんにもこちら。まさか卒業証書。マスターボール、これどうやって使うんですか。勝ちっぽい。バヒュッ、デレ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 デ。クラベルを捕まえた。野生のポケモンを必ず捕まえることができる最高性能のボール。4コマでありそう。擦られ倒したネタ。それとこの前お渡しした電動バッジはアカデミーで素晴らしい功績を挙げた生徒だけが持てるのです。バッジに恥じない生徒の鏡として学校生活を送ってください。まだ学生なのか。はーい。ちっだりな先生、今日は2限から行きます。おや、燃え尽き症候群でしょうか。それとペパーさん、博士のことは残念でしたね。不思議と今はスッキリしてんだ。なるほど。母ちゃんの研究やりたかったこと、大穴の中でちょっと分かったし、子供の相手なんてしてらんねえよな。俺のモヤモヤはこれでおさらばだ。ダチのこいつらと卒業までスクールライフ楽しむぜ。なんつう切り替えだ。この切り替え、まだ笑ってるからな。口開けて。卒業するための単位は全然足りてない。口開けてる場合か。死に物狂いで頑張ってください。校長ジョーク。そして我が校からチャンピオンが新たに生まれたのも喜ばしいこと。この校以外から現れることある。こちらアカデミーみんなでお祝いをしたいですね。何？凱旋パレード。400万人が集まる。はいはい、だったらポケモン勝負大会を開きたいです。マジ、ネモいな。新たな言葉が生まれてる。ネモいという。ひそかっぽい動きをするやつを、ネモいという。多少ネモさんの私利私欲感はありますが、いいんじゃないでしょうか。お話は聞かせてもらいました。誰だ誰だ誰だ。本当のラスボスか。真のラスボスが。
おい、誰だこんなところにワカメを植えたのは。新喜劇みたいだな、こいつ。登場したら。誰だこのとこにワカメを植えたやつは。誰がワカメじゃい。裏書き才能たちを育むためなら協力は惜しみません。しかしポケモンは若い目だけに伸びしろがあるわけで。そう、37歳のポケモンにはまだ伸びしろがある。ポケモン育成に長けているものも。教員や生徒その全てを交え。何？コミッショナーが学校最強のトレーナーを決めるのです。コミッショナーは主だか。この人確か学校の理事長でもあるし。トーナメント編、次は宇宙編だな。外宇宙編。もしチャンピオン新助がお仕事を手伝ってくだされば私も出場できるかも。トーナメント編はだれる。途中で巻きに入るかもしれん。チャンピオンランクを目指す者たちを優しく導ける存在であるか。その強さに限りがないか。もう一回倒すの全員。以前戦った彼らとは別格の強さです。本気のジムリーLP システムの脆弱性について。脆弱すぎるわ。ローソンのサービスぐらい一瞬で終わりそう。ローソンじゃない、セブンイレブンのやつ。もう一度ジム巡り楽しんできてね。力士の一点張りじゃどうにもならなさそうだな。生徒の自主性に校長感動です。校長パスタに感動だな。何がだなな。だな。誰もいなくなった。マスターボールなんてどこで使うんだよ。誰に使う？フリーザー的やつもいないのにか。フリーザーがいたらフリーザーに使う。タイムに使え。いいな。なんとしても。何としても捕まえたい。魔界村の2周目。もうストーリーないよな、もう。あとはなんか、全員、ここから修羅の道だよな。うん。ただただ戦いに明け暮れる日々だよな。これじゃあ区切りとしてもいいか。たらでてれ。あとはやり込み。まあもうあれ以上のストーリーはないだろ。さすがに。セルクルジオン。おまけの戦闘要素だけ。なるほど。ここはあなたはもうポケモン廃人たちが。ポケモン廃人のみが足を踏み入れる領域か。なら俺は、レトロゲームの世界に、戻らせてもらうか。誰か一人と戦ったら、そうだな。一回ぐらい見てみるか。タイム先生と戦ってみよう。タイムライムと。タイムライムマシン。タイムマシンを使おう。頻繁に使ってるからな、俺。ボンボヤージュ。なんで最後ボンボヤージュだったの？そこは古代語でいけよ。
やれ種族士なの性格だの言うだけどギスギスした世界夢がねえな。今日はどうしたんだい、ラップバトルやりに来たのかい。見たいっす、ラップバトル見たいっす。あんたが主高の代わりね。大体話は分かったけど、ルーキーチャンピオンをよこすなんて。ルーキーチャンピオンってなんだよ。チャンピオンにもいっぱいあるの。アマチュアチャンピオン。はい。ここで？屋内で。あ、よかった。周りの人たちが困っちゃうからね。S 級チャンピオン。最新ゲームしすぎたから反動が大きいって。俺は何なんだ？廃人になるんか、こんだけやって。こんなに続けて最新ゲームやったら廃人になってしまう。なんてセンチな感じはノーマッチ。ナイスなライムがインダハウス。マジキなバトルでチェゲラなソウ。バカバカなパワーがタワーに売れりゃ、あたいの魂シェイクしな。さすがだ。安心できるな。ジュペッタと耳一気を繰り出した。カイリュウモコミチ。カイリュウとモコミチが並び立つ世界線。新鮮ルーキー、とってもキューティー。レベル65じゃねえか。そこそこやれそうなの、そこそこやれそうなんですけど。足元に草が生い茂った。相手のミミックには効果がないようだ。テンポを悪くするな。ここまで来て。おお、いいぞ。さすがはモコミチ。分かってる。ここは巻いていくと。墓ドック、お墓から出てきたドック。ならば仮装してやるぜ。左のやつはリーフストームでいこう。いや、じゃれつくが強すぎるだろこの世界。じゃれつく最強伝説。なんだこいつ。化けの皮、化けの皮が上がれた。さっと終わってほしい。お、畑行動し。それで頼むよ。それで頼むよ、君。いや、じゃれつくって何なの。最強の技なのか。え？凍りついた。空気が凍りつく。ちょっと待てよ。凍ってしまって動けない。いいようにやられている。お、吹雪が。じゃれつくがもう、地球最強技じゃん。じゃれつくが。やっぱじゃれつくのが一番強いのか、ポケモンは。戦うとかよりも。回復の薬でも使うか。閉店セールだ。大放出するぜ。モコミチの氷が溶けた。冷凍オリーブ。強すぎる。いい加減にしてくれ。俺たちは世界を救ったんだぞ。なんでこんな奴らに。一瞬台だ。俺の出番か。ドスッドスッドスッザーン。なんだこのチビは。
こんな奴に戦いができるのか。これじゃ雑魚キャラだな。おしかし強い。強キャラだった。バカン。強すぎる。これは強キャラ。強すぎるぜ。赤ドッグうぜえなあいつ。黙れよ。ラズゲ誰だ。ミカルゲ。イラルゴ。プレッシャーを放っている。一体何。リーフストーム行ってくれ。また草ぽっ草が。ウィーボンバー。シャーン台が強い。ラストではほとんど活躍しなかったシャーン台が強い。ここに来て。シャーン台の本当の力が明らかに。ストーリーでは活躍しない男。うわー、特攻がガクッといってる。ガクッと行かれちまった。えい、向こう道。消えろ。ストリンダーを繰り広げた。何やつ。効果抜群。もう全員に下せろ。回復の薬だ。閉店セール。最大 70% オフ。光があれば影もある。トットとバキナは恨みしや。やはりライムか。実質裏ボス。まあライムを倒して終わるっていうのもいいかもしれない。ライムにあってタイムにないものは若さだ。マルマイン。さあどうする。自信いいな。マルマインがでも食らってしまうな。このままでは自信を。どうすればいい。どうすればマルマイン自信を使いつつマルマインを食らわないようにできる。そうだ、大爆発だ。こいつらに絆はない。周りの迷惑など考えないやつ。最高すぎるなこいつら。むちゃくちゃだよ、もう。むちゃくちゃすぎるよ。さあ、亀井戸、お前の出番だ。何？師範代と亀井戸が、残ったらと。これは、このシナリオ。このシナリオ感。まさか最後にシャンダイとカメイドが。今効果抜群で出れたような気がするな。気にするな。気にせずやろう。ごちそうさまでした。グッドラックバイミーアタック。ついにその3人が手を組むのか。オーバードライブ。
シアンダーには効果はないようだ。亀井戸が、亀井戸亀井戸は倒れた。師範代が亀井戸を地震で潰した。現実でもまあまあありそうなシナリオ。お前は終わりだ。よくも亀井戸をやってくれたな。まずい、現実と同じ展開か、これは。現実を予期して。うわぁ、師範代の指針で全員死んでしまった。ドキ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 、うっすドキシャー、ごちそうさまでした。クールなユースにソウルがムーブ。クールすぎる。ライムさん。最後まで熱かった。話題の魂触れすぎてスムージーになっちまったよ。さっきはルーキーなんて言って悪かったね。おもだかにゴーストの力を認めさせたくて焦っちまってたのさ。焦りがあったのか、ライムさんに。あんたのバイブスは本物だ。値が保証し。保証書をくれ。これからこのライムがあんたのバッグについてるから。この街でとんでもない権力を行使できそうだな。ライムがバッグについてる。ムカつくトレーナーやレイがいたらすぐ呼びな。レイにまで及ぶの。値が力になるよ。とんでもない権力だ。グッドな現世を謳歌しな。カリスマ。ケツ持ちがついた。ポケモン、終わっちまったか。しかし、俺と根元ペパーとボタンの友情、永遠に続いていくだろう。実家に帰ってくれ。そういえばそうだ。まあ、ごちそうさま仕掛けてた。確かに実家エンド。なかなか終わらない。終わらせてくれ。終わろう終わろうとしてるんだ、こっちは。しんすけの家、俺もういいだろう。終わろう終わろうとしてるんだよ、俺は。もう。でもなんで上に出たら上に、下に出て下に出ていくの。パパス。びっくりマークが2つ出た。ふん。家に帰ってやるか。アイラタウンへと。うお。スタジタン。待て、ネモの家に行ってみよう、ここは。ここは一丁。おお、カガオジがいる。科学の力ってすげえ。通信すれば友達と最大4人で一緒に冒険できるんだと。伏線だったのか。通信。心で通信すればな。細。伏線だったのか。ラッキー。どの面下げて俺はラッキーに。どの面下げて会うんだ。卵を取り出してるラッキー。このラッキーを俺が落下していたの。俺はラックな。落下していた。卵を育てていたのに。俺にはポケモントレーナーの資格はない。不思議でございます。え？ネモは？
ネモはどこだ、これ誰の家だ、ここネモの家じゃねえ、誰の家、使用人の方が多い、仕方ねえな、買っているラッキーを殺して初めて一人前忍びかよ、最終試練じゃ、このわしを殺せ、し帰ったぜ、無茶あり、課外授業は楽しんでるのね、いっぱい冒険していっぱい大きくなってほしいから、しんすけはもっとお野菜食べられるようにサンドイッチのレシピ考えた、いやいやいや、そんなゲーム的なセリフ、そんなネオ野菜サンドを作れるようになったぞ、実家に帰って、これを作ってもっといっぱいお野菜食べる、ゲーム的なセリフが、もっとなんかないの、俺が甘ったれてるのか、何かを求めた俺が間違っていたのか、ま、こんな生活も悪くないかな、それでは今日はこの辺で、ごちそうさまでした。